学習に東京大学などが研究する脳科学を生かす日本初の教育プログラムが柳川市の柳川高校で来年春から始まることが発表されました。今までないやり方をちょっと皆さんが導入してやった時に脳が一体本当に変わってくるのかというところをテストしたい。柳川高校では東京大学大学院の酒井邦義教授が1年生と2年生の生徒およそ20人を前に脳科学を使った授業の説明を行いました。授業では月に 2,3 回東大などが開発した言語習得などのプログラムを受けます。このうち一部の生徒は MRI で脳の断面図を撮影するなどし脳の働きを調べ学習効果に生かす狙いがあるということです。こうした取り組みは日本初だということで授業前に行われた共同会見で柳川高校の古賀健校長は脳の働きを調べることで生徒各自の個性を発見し将来の夢実現を果たせるようにしたいとしています。